コード邪魔。よし。あ、そういえば消しちゃった。オッケーオッケー、やるか。時間ねえぞ。遠い。もう前置きなしやろ。まだ遠い遠い。何がこっち、なんかん、いやいや、もしかしてええ、なんか対象がこのなんか海へかなと思ったんやけど、いやちょっと参加者管理、あっ、すまって、やべえ、もう映ってねえよな今。びっくりした。ですよね。この辺はまあまあまあ思ってる通りというか、はあ、完全に理解しただな。ほんでどこやねん、遠い、ここ近づいてっていうの。こっち近い近い近い、あ、ここじゃね、これ7あった。お、何これ、エロいポーズ、これなんて、シャウト、あ、落書き、うん、残り2つだね。回るし、このスクランブル交差点から今これ左に行ってるから西かと思いきや、あ、西や、西よ。だからランドマークを中心にカメラが展開されるから交差点でやな、普通の位置関係やってんな。うん、はいはい、うん、アンプリでヒントね。あ、既読ついた。え、うん、スワローさんは一体誰のやの、マジで、うん、何ノイズ、ん、うん、無価値なろくでなしどもが、これは楽勝か。操作忘れた、これでいじるんか。盛り上がってきた、いい感じです。決まったんじゃね、頑張ったな。どう、てりゃそこだ。いや、外した。なんやねん、俺たちの勝ち、俺勝ち、まあまあかな。あ、まあまあ、そんな難しいんじゃん。ん、なんか新しいに拾ったの。おい、突然出てくるってなんか危ないよな。ホニコニゴールド。え？ん？おう。ホールドは結構使えよかった。記憶がある。女神の塔を登りし先の蔵や。どこや。No. 毎日変わるんやね、ミッションの色合いというか。どうする。違う。これね。あ、ピアシングピラーか。どうしよう。
じゃあやめとくか。あうん、あ火力違うしな。うん、塔、なんだっけ、女神の塔、登りし先の暗闇。女神要素なんなん、なんか中に置いてあるんやろか。登った先の暗闇。んなんか階段あんねや。これ初めて知った。なんかエレベーターしかないもんやと思った。あったあったで。んゴリラ。ああ、わかる。百科事典は子供は絶対一周した方がいいと思ってる。さあジャンプできへんねやこのゲーム。横着禁止ね。ん？死に込みよ。だめ。表現坂。バッチ。なんかバッチ持ってこい。うん。ジェリーマンチェスタークラゲ。うん、あれミッションアプリから確認。うん、レポートから見れねえの。はーい、スキャンするぞ。違う、集中だ。クラゲのマーク違う、スキャンするぞ。あ、これか。連鎖しようぜ、遅延しよう。4連戦ぐらいでいこうか。何が相手でも片付けるだけだ。火力足りひん。うーん、ほっ、当たってねえんだが。くだらん計算だ。すごい、そこだ、終了だ。当たってねえんだが。続けていこう。使い切ったし、うん、今 C とシフトに割り当ててるけど Q と E の方がいいかもな。どうせ使わへんしなと思うんやけど、回避つけへんねんな今度は。そうすると、レベルアップ、やったぜ。回避にコントローラー、コントローラーじゃない、移動機必要かな。普通と違って人差し指と薬指使えへんねんな。ちょっと待ってよ、当てる気ないやんか。こいつほんまに味方か。ちゃんと当てろよ。はい、待って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 、よりマシか、順調だな。ホルトして、順調です、完璧。まあそんな難しいゲームじゃないしな、寝ていくことじゃないと思う。ストーリークリアする分にはさ、タイミングパッチし、順調だな。結構やれるもんだな。えい、バッチゲット。ゲットした。当然だ。あっしゃっしゃ、乱れ髪ね。進化、バッチ進化。あ、せやせや、これじゃないと強くならない、強くないというか飛距離短いんやった。あー、バッチ進化とかあったな、完全忘れた。あれ、どうしよう、こっちから聞こえる声が小さい。OBS の方は変わらへんね。じゃあこれにしようか。あの、こっち持ってきたで。スイートビーム、あーこれ弱い、これ弱いです。で道玄坂が
スクランブル交差点から南西ね。この通りないっけ。なんかあった気がする。なんかライブハウスみたいなあった気がする。道玄坂ね。うん。え、うん。幽霊か。アンダーグラウンド。うわ。そうよ。うん。きつ。はいはい。何それ。か。すげえ受け口やな。そうか。受け口じゃねえか。唇がめっちゃでかい。唇でかお。ドラクエのリップス。ガンはこれじゃ。やめとこ。まあまあ。まだ全然わからんな。バイ。バイ。ああ。人がすり抜ける連絡取れない、うん、この辺は知ってるから、まあ、え？いや、何しに来たんやっけ。ほんで酔いどれ100件がえ？いや知らんけど、初見の俺は知らんかったけど。落書き。あれ？うん。スキャンしたら聞けへんわ別に。え、酔いどれ百軒街って言うんや。この坂のところが。このニコちゃんマークもあるってこと？サンマの。ね、多分覚えてるわこれ。こいちゃん塊違う魂あマジか。んあ落書き。あやべえな、どうすんねん。なあは？やっぱ変なアプリは認証したあかんって。はあ。ちょっとマスかよ。勝って望み。いやもう全然わからんよな。まだまだ単語がだって初めて出てくるワードばっかやから。スキャン思い出せ。ゼプトグラム。あれあんの？うん。まさか。なんやそれ。MK。いやー。バンクシーか。検索。めっちゃモブキャラやん。おい。おお。
ダウン状態で F A と J L A で右手でキーボード押さなあかんねえ。その人かな、違う。集中だ。まあまずは見てた人、この人。よし、やりますか。なんでそんな細かく調整せなあかんねん。あかんねんっていうか回転するだけじゃなかったよね今の。左右に振ったもん。ほう、なんか前作ってそんな能力者とかいなかったよな。リマインド、オーイースト。うん、ああ、オーイースト。あ、こっちなんや。さっきの裏路地みたいなの。なんか。あ、王子。ええ。うん。あれ？お。そうそう。わかる。陽キャってやっぱ根っからやから。だね。あのこのモブキャラかわいいのめっちゃ見てくる。モブじゃねえだろ絶対。あ、チェンジとくか。あ、ダメ。無価値なロクでなしどもが。ふざけんの。あれめっちゃいい。あの紫とプラトゥーンみたいな色のやつ。あ、ダメ、押してなかった。また当たってへんし。あ、やべ。落ち着いていこう。はい、はい、決まったんじゃね。はい、はい、どうですか。はい、やってみたぜ。順調だな。俺たち強いよな。一応 C 押しながらスペース押せんねんけどな。一応な、親指の関節で押す感じで。スキャンするぞ。このスプラトゥーンみたいな色の子好きなんやけど、ラフでいい。そういえば王子もリマインドした方がいいんちゃう。え、全然関係ないな。あ、死ぬ。お兄さん、おいおいおい、死ぬあいつ。リマインドじゃねえか。死神アイテム使えんね。むぶ。チバチバ押すのがいいのかな。なんか引っ掛ける感じでならへんからさ。あの引っ掛ける感じ？うん？うまく言えへん。まあいいや。集中だ。お。キモ。道玄坂で2連戦勝利。先あったのカウントできしてくれへん。もうかん？バイバイ。めっちゃ追ってしまう目で。相手に見られる可能性がないってなったらガン見しちゃうよな。あ、なんか豚をって。やるしかない。とりあえずやるか。遠距離攻撃から入ったらどう？こんな感じか。続けていこう。はいはい。やるじゃん。任せな相棒。クラッシュの
攻撃力が高いからって、ちょっと待って全然当たらない避けるのは無理？無理か。はい、避けんの無理やで。回避出えへんがな、うん、ターゲット指定は意外と簡単にできんねんけど。レベル上がってきたね。当然だ。乱れ髪って効果見てなかったな。ん？シンプルに上位互換か？だってバッチ進化してない時点でこれやもんな。あれ？普通に強いやん。強いっていうか弱くないやん。バレットショット同じやん。なんで弱いと思ってたやろ。いやヒール使いたいけどな、オスキーが足りひんのよ。ホールドじゃなくてトグルにしてくれへんかな。ほんましんどいわて。なんか出た岩石。あーあれか。うーん、まあいろいろ使ってみるか。ああ、全身オレンジ。うわ、おった。キモキモとかちょっと整理してみるか。あ、瞬間移動するんや。うん、上書き。おい、なんでやりたくないのにグラフィティ上書きとかやってんの。スキャンするぞ。こっからしかできない。ちまちま動かしてると引っかかるんやけど、こうやってこうやってこうやってこうやと、なんか緩いところで止まるから合ってる気がしないというか、気というか気づきにくいというか、まあ近づけたところでちまちま動かしたらええねんけどさ。ほら、はい、簡単やなこれ。なんか3分ぐらいかけてた記憶ある。PS4 でやったとき、俺アホやん。マインド104。あれちゃう？バッチの効果とかちゃうの？死神が動かしてんのちゃう？人間をさ。お、出てきた。104の前で。おたけにあげながらドラミング。マジで言ってる。あざまる。ちょっと早く。いろいろバッチ使ってみたりした。スキルは一緒なんかな。属性が違うだけで。雑に戦ってこ。なんかゲームでも人が喋ると黙っちゃう。あれ、シフトになってる。ええ、シフトになってる。タイミングバッチシ。順調だな。こんな感じか。続けていこう。ほらほらほら。まとめてクラッシュだ。後悔させてやる。あ、シフトか。完璧。よし、順調だ。へい。いや、声割れてへん、これ。大丈夫？ああ、全然大丈夫。あ、こっちこっち。シフトね。シフト、はい。ん？シフト、シフト。あー、あかんわ。慣れへん、うちは。シフトと C 両方離してまうねや。コントローラーの時のせいだったな。よし、レベルアップ。3連戦やっけ。なんとかなりそうだな。やっぱザコ戦は面白いな。
くだらん計算だ。すごい順調です。完璧。やべ、また話しちゃった。今スキルこうやって3つしかないからやけど困んねんな。これ順調だな。いいだろう。じゃあ終わらせましょう。悪くねえ。いい感じです。結構やれるもんだな。いいねいいね。当然だ。進化夜更かしビーム。早速マルシー行くか。見てくる。えっていうか、え俺ら気づかれへんのちゃん。なんで見てんのこっち。死神か。なんやあいつ。なんかめっちゃシール貼ってる。キモ。うわ、キモ。まともに服着れへんのお前。だんだん減ってんの。え、では、は？ダッサ。名前かっこいいと思ったのに。ダッサロゴの出方。ドラミングするか。はい。マジか。あれ？こういう趣味なかったはずねえけどな。かわいいなこれ。マジできた？ゴリラ？マジでゴリラ来た。来たよゴリラ。仕方ねえな。油断はしない。南本か空気ないけど。ゼタ押し。落ちろ。やった。行け。ジャズゲット。完璧です。潰れろ。やそこだ。やって。はい、日はねえ。順調だ。続けていこう。いいって。おいおい。いや回避回避なってへんやん。あ、ひるませた方がええんちゃうかこれ。ひるめやんか敵。そうの。こんな感じか。続けていこう。大丈夫？よし、もらった。調子いいじゃん。ん？何してんの？なに？来るぜ。登った？なんか来んの？うんこ？うんこ？うんこじゃない。いった。頑張って。ジャンプしないけどな。俺だけじゃあかんかったか。よし、順調だ。続けていこう。はいはいはい。ええ当たってへん。当たってへん。おーおオッケー。まあまあかな。シフトシフトオルトじゃん。オルト落ちてね。よしもらった。
調子いいじゃん。よくとよ、マジか。順調だな。あ、これ操作したいキャラの時にボタン離して攻撃をキャラチェン代わりに使うんや。なるほどな。え、また来んの。どうする。距離を取れ。距離距離。潰されたくなきゃな。取ったで。ジャンプ。お、大丈夫。どうだね、盛り上がってきた。いい感じです。悪くねえ。完璧ですね。よし、順調だ。今だ。続けていこう。やるじゃん。任せな、相棒。いけ。この程度か。完璧ですね。うんこ、うんこ、これなんか回復してんね。なんか手復活してるやん。もうやべ。順調だな。くだらん計算だ。すごい。やるじゃん。当たった。オッケー、オッケー。こと？あ、ボス HP 書いてあったわ。今気づいた。無限大ホールの方はまだ行けないんだね。あ、こんなもんかな。どっちにあるやろ。全然わからん。倒したのか。てか、おいっす。強かった。死んだかと思った。あれ、俺死んでるって設定だったっけ。死んでなかったけど、死んでさらに死んだ。とりあえず勝ったはず。あんまムービーで喋るの好きじゃん。まだゼロカウントだ。の、バッチ。お、いいの見つけた。は、ああ、今日はアイラインうまく引けなくて、うん、ついてない日って思ってたけど、これで帳消しかな。どうもありがとう。ありがとう。ん、ああ、はい。こういうのが新チームのツイスターズ、ね、あれなんや。うん、フレット、こんな可愛い少年たちだったんだね。え、あなたたち昨日もバッジ取らなかったでしょ。あの、誰ですか。ああ、ごめん、質問ばっかりで。104、そう、104の右奥、奥。じゃあ、あのタワーレコードみたいなのがあるとこか。一応キープレイやからな、途中まで。私は立花カノン。うわ、姫かよ。よう考えたらチームバリーのリーダーよ。男ばっかやん、かっこいい。じゃあ他のチーム、今日の結果、標的討伐チームはバリー。え、トップチームはルーイン。あれ、この標的討伐って誰も教えてくれなかったのね。ターゲットを仕留めたらこれも取らないと。そうか、バッチ。言っておくが、バッジはすべて拾っておけ。バッジ、あ、あとバッジはちゃんと拾っておきなよ。え、これを取ったとこにポイントが入るの。あ、ちゃんと教えてくれたんや。仕上げのパウダーと同じ、すごく大事ってこと。はあ、新人のあなたたちから奪うことになって、ちょっと胸が痛むわね。あ、いえ、いいですよ。まだ頑張ればいいし。おい、ありがとう、頼もしいのね。譲ったあかんって、こういうのは。そうだ、名前聞いとこうかな。俺は骨までむしゃぶられんで。フレットって呼んでもらえれば。こっちはリンド、一応ツイスターズのリーダー。そんな感じです。フレット君ね、そしてリンダー君。ライバルってことになるけど、よろしくね。じゃあ、遠慮なくバッチはいただくわ。また明日。はーい。俺たちポイント取られたのか。浮かれてる男って、まさにチームって感じだったね。賞金になるね、やっぱり。自分より怒ってるやつ見ると冷静になる感じあったな。返してとは言えない空気。わかる。後ろのお兄さんも怖かったし、バッチ奪うのも手慣れてるっつうか、
高レベルプレイヤーつかカノンさんってかなりイケてない？また会えるかな。お前ほんとバカ。おお、翔花ちゃん、あんたらほんとバカ。ポイント奪われるとか、トップじゃないとゲーム抜けられないの知らないんだっけ？最下位のままだと大変なことになるよ。ふーん、もしかして全部嘘って言われるの待ってる？ああ、その顔よ。嘘じゃないからね。危機感ゼロすぎ。もっと暴れてよ。やっぱ死んでんの？ゲームが荒れなきゃ見ててもつまんない。怖いよ翔花ちゃん。ねえ、仲間増やしたら？仲間？新しい能力者また一人現れたんだよね。かなりやっぱそうなのだけど、頼りないあんたらにはお似合いかも。じゃ、バイ。やばいのに頼りないあんたらにはお似合いかな。大変なことになるって本当かな。相変わらず外に連絡取れないけど、俺たち死んだとか。やっぱマジ？あれ？なんか真実味を帯びてきたよ。メッセージやり取りしたよな。スワローさんとはできてんねんな。うん、ちゃんと届いたし受け取れた。あれ、既読つかへん。連絡取れる時もあるのか。あ、既読ついた。謎は深まるばかりだ。あっちの方の参加者、あ、裸シャツ、シャツじゃねえ、裸にシャツは普通や。裸、あ、スーツ、スーツ、そう、裸スーツ。うわ、四天王や、電卓会議や。ほう、これで2日目終わりと。今日は全てがうまくいかない。来たで。ダメだ、もうダメ。また邪魔しに来たんだな。邪魔って？もう逃げられない。うわー、なんでこんなことに。うわー、ボルトオートじゃないや。この辺、この辺、この辺じゃ使わない。え、おお、え、お、あ、あ、オートの方がいいな。結構テンポいいわ。さっきの映像は、その辺のゲームだと、あんな感じ。オートにすると、今日何やんだろう。セリフのウェイトが長くて、自分で送った方が滑らかにできるわ。今寝てたのか。リンドさん、じゃあフレット見えてない。何ボケっとして。してない。今日は何やんだろう。何も聞いてませんな。そろそろお知らせ来るかな。来た。今日は散らばる文字を合わせよ。散らばる探し求めるものへ扉が開く。文字集めるとターゲットと戦える。簡単そうだな。なあリンド、ん、翔花ちゃんが昨日言ってたこと覚えてるか。昨日、新しい能力者また一人現れたんだよね。かなりやっぱそうなんだけど、頼りないあんたらにはお似合いかも。じゃあ南本さん入れてもうちはたった3人だろ。昨日のカノンさんも後ろに仲間いっぱいいたし。ああ、仲間増やすべきじゃないかって思ってさ。そういえば今日は南本さん来てくれんのかな。イレギュラーな未知数の能力者観測しねえとな。南本さん、おいすー、聞け、ゼプトグラムども。メガホン使う。ミッションは無視だ。え、いいの？ミッションとターゲットを省いた場合の損失は能力者を引き入れて明日補填する。仲間増やしてからってことか。いや、でもそんなに必要かな。なんかやばいって言ってたし、チームとかでうまくやれる人じゃなかったりとか、
まあどうにもまずかったらやめればいいんじゃん。俺はずっと3人だった方が心配かな。南本さんいれば何人分にもなるだろ。その辺のチームならそれでも問題ねえ。だが、ルーインを相手にするなら話は別だ。ルーインってそんなに強いんですか。やばそう。桁違いの集合体とだけ言っておくぜ。死神とか入ってそう。お前らが能力者に興味がねえなら置いていく。ま、待って、行くぞリンド。絶対マッチポップ。まずは情報を集めた。スキャンスキャーン。行くってどんなやつか全然わかんないのに。能力者を仲間にする。よし来た。マップ開いて、奥の奥、右奥の奥。あ、途切れんな。バッチリ。リンド。え？どうも。最近バッチ、最近じゃねえか。だいぶ前からバッチつけてる人いてるよな。当時は流行ってたのかな。スバセか一作目の時。2006年ぐらい。センター街。ねえ、バイバイ。あ、探すしかねえよ。あもう。さっきこっち行かして。ここの右奥、こっちか。あー通れへんわ今。え、通れる？通れるわ、ね、今通れへんわ今。マップのここ、あれ、このシャドウ通れへんかったっけ。っていうか、あれ、モップの構造的にはこれどこに繋がるんや。集中だ。このツタヤ多いイースト前じゃね。ここから行っても、こっちから行っても、こっちや、こっち、うん、このビルの左から行くと道玄坂を通って、このなんかちょっと暗めのところに出ると、そういうことかな。スキャンするぞ。完璧に理解した。集中だ。ちょっと戦っとくか。あんまりこのゲーム戦闘ないんよな。ないというか必須の戦闘だけだと全然足りひん。俺のサイケットパワー。落ち着いていこう。なんかそこだ。あ、行って、すごい。待って待って待って、え、なんか動けへん動けへん。いやー、ええー、ってええー、って。ありがとう。むずむずむず。ちゅ、何もできへん、何もできへん、何もできへん。戦闘から逃げたい、逃げたい。逃げたい。どうする、なかったっけこのゲーム、逃げるって。死ぬまで戦うしかないんかこれ。うわ、ないわ、ない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 、ね、必死に生き残るかどうかないけど。え、ちょっと待って、ええ、また捕まってる。順調だな。はい、よし、もらなし。そしたら切れね。えい、最高だぜ。いいね、から倒そう。そこだ、決まったんじゃね。頑張ったな。
あー、ひるんだタイミングやと岩の攻撃当たってへんな。いや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 、足早い足早い。このタイミングの方が確実に、なんか操作側で綺麗に淀みなくつなぐよりはちゃんと見てましたね。やばいと思いますよ。でも最後やんの4連戦やったよな。よし、もらった。調子いいじゃん。えっ、63とか出てたぞ今。氷の攻撃10やのに。え、1から。あー、焦った。しゃあないな。犬3体がな、一番やばい。やばいやばいやばい。よし、順調だ。続けていこう。どっち決めた。調子いいじゃん。やべ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 よ。やばい、いける。ああ、クールダウンね。まあ、すぐすひるむのが、ひるんでくれるのがありがたいかな。いや、これでスパーマ持ちだったら俺このゲームやめてた。こいつが画面外に行くとな、なんか味方が捕まってんね。あぶね、あ、当たってる。いや、そんな回避の方向をさ否定するレベルの、否定じゃない、指定するレベルのこのアクションの精度を求められるわけ。操作の回避をしたら大体回避でええやん、モンハンみたいにさ。いや、ああ、ウルト発動でも避けられんねん。うんうんうん。待って待って、こっちこっちこっち。当たった？当たってへんな。オッケー。いやー、当てろや。これラスト？あら、意外と開けなかった。死んだ。考えろ。バッチバッチ。今新しいの拾ったよ。ランス。吹っ飛ばして激突した瞬間。でもレベルマックスやもんな、これ。うん。変えよう、どんどん。いろんな使って。あれもせんの。マンタダースボムやん。なんか新しいの拾ってなかったっけ。なんか制限なかったあったっけ。ん、なんか装備できるモモに制限あるよな、これ多分。アザマレとかつけられへんのか、フレット。南本もあかんか。整理してみるか。とりあえずミッション進めるか。とりあえずっていうか、そんな時間ないって。全部クリアできるかも、ん？クリアできへんかもとは思ってるけどさ。あ、オタクいる。お。会話聞けへんの。いや、でも判定やんで、こいつら。あれやな、こいつらも参加者やな。ちなみに条件はジョリベコのアイテムを身につけろ。は、一箇所。結局生かされんのかよ、マルシー。
しゃあねえな。あれ？あら。カノンさん。あれ？まだな、呼ばれた。リンド。あれ？フレットさん、名前呼ばれましたっけ？フレットさん。変な人物。うん、ですね。ですよね。はい。バッチ持ってる。ポーズか。ポーズか。信頼してるやん。あのショタクってそうな人の。うん、入んのかな。うわ。自由。あ、一時的に見えんのかな。シブペイ、シブペイかな。いらっしゃいませ。これかな。売るか、100円売るか、50円も売るか、1000円も売るか。この辺はな、腐るほど集まるしな。安いのしよっかな。安いのにしよっかな。え？自動車。リンドトラウマなんでそれ。どう？色は出てるなだけです。レジスト炎上。コーディネート JB。ファッションのパラメーターってこの辺センスいるやろ。センスが多分下の今赤文字で表示されてるやつなんやろうけど。ってことは買ってもしゃあないやろ。バッチで大丈夫やんな。お金はあるし大丈夫。ありがとうございました。あ、違うなこれ。いらっしゃいませ。ファッションアイテムかなかな。ファッション、なんかすごいもん持ってるわ。マネキン買い？ん？考えろ。コントロールとオルトですかそれ。まあいいや、帽子かぶっとけ。あ、ハチ公カフェ。うん、なんで？うん、スキャンしよっか。引き換えて、うん、コラボの限定メニュー。だぜ。ふう、死神のミッションです。センター街ね。はい。あら、
高。へえ。基本ステータス上昇させることがフードアイテムを食べることが可能。お腹いっぱいバトルをこなす。食事をする際は全員が食べ物を注文しよう。すぐ入れへん仕様いらんねんな正直。ハロー。育てよう。ステータスが恒久的に成長。フードの好みによってボーナスを得られる。知ってんねんけどさ、チーズバーガー嫌い。ポテト好き。俺も一緒。フレットはさ、あれ？フレット結構何でも喜ぶイメージあって。お前ちぎやろ。あ、違う。甘いの好きだね、確か。あ、いただきまーす。いただきます。あー、好物やけど、なんか特別で上がるボーナスはないって感じか。どれにしますか？モバイルオーダー使えよ、お前ら。店の前で迷うな。あ、好物？え？え、もしかして確率？じゃあ、とりあえず好物食わしとけばええんやな。じゃあ。コーラは？コーラも好き。金は余ってるし。いただきまーす。なんていうか、この味だよ。安くね？いや、安くないわ。どれにしますか？バーイ。そうや、そう。普通バーガー1個で済ませへんけ。そうそう、うん。あれ？なくなってる。人だかり。割となんか死神って担当ごとにこう結構選択の自由があるというかな感じだよな。はあ、じゃあね。早速ノイズ。スキャン切れ。スキャン切れやん。どっからでもかかってきな。なんとかなりそうだな。はい。ん？あ、ダーツボムにしてた。そういえば。うわ、なんか使いにくいこれ。いや、やはり使いにくいわ。一回ためがあんのかな。なかなかきついね。完璧な計算には美しい結果が伴う。はあ、仲間。まあせやな。スキャンスキャン。チア漬け。一夜漬けの割にファッション気合い入りすぎちゃう。何帽子かぶってんの。オタクいるもん。読めねえぞ。センター街。あ、ここなんや。ここなんや。無限大ホール。待って、え、パソコンの時計めっちゃずれてる。今は、え、18時30分になってんやけど。え、実際の時刻いつ今。俺は過去に生きてる。
スマホないけど、パソコンがずれてる。ずれてた。あるかな、で。そうだ。通行人を疑ってる。まさか。リンド。ん？東急ハンズでバッチ。まあ、覚えつつ千鳥足会館。はい。待って。やばいやつな。あれかな、こっちかな、千鳥足会館の方かな、こっちかな。いやでもやっぱ省略されてる可能性もあるよな。薄いもんだって建物が。うっす。今日一人分なんやけどこれ建物。どっちやろ、なんかそれっぽい建物ないかな。とりあえずこっちは食べ物。なんかグレーを自分で。っていうか、ゲームで予習する前にまず Google マップで行きたい場所の当てをちゃんと調べておいた方がいいんじゃないのか。あー、俺の名字かけたね。ハチ公で、ここがスクランブル交差点。よし、ウィンドウスか。八甲がこれで、これ道玄坂、え、ここ入った瞬間から道玄坂なんだ。ほんで無限大ホールがこれね。いやさ、なんかあれ、ゲームよりめっちゃ広いんやけど、全然予習できてへんやん。おい、クソ広いやんけ。だって通りが、だってまず3本あるやん。え、よしやめようかな。なんやこれ、さっきのなんやっけ、奥にあるって書いてた、これここ、こっち、ここ、こっち、こっち。あー出せへん。千鳥足会館前っていうのが奥にあるから、センター街の。やべえ、もう映ってへんな。 OK、 え、なんで渋谷駅が出たの。なんか実際には存在しない建物やったりする、もしかして。あ、やばい、これ以上は住所が出る、やばい、あぶねえ。検索結果の下の方に住所出る。映画は渋谷じゃなくてもいいかな。うん、全然。何やっけ、俺どこに来るんやっけ。夜行バス、まあ、東京ね、前行ったのがちょうど10年前やけど、全然見れてへんから、いろんな場所見てみたいし、全然どこでも、まあ別に東京じゃなくて都会来て。場所分かんなかったな。わかんねえな、東京広すぎる。 あっち目あって、あっち、うん、スキャンするぞ。クシュナバッチ、うん、関西人おる。里帰りした時に標準語で話してたら牙を抜かれたなって。なんでやねん。
東京来て20年。え？え？この見た目で40。東京すげえな。すげえ見た目ね、そんな。爪で済んでんねや。パズメちゃうんや。なんか、敬語は完全に標準語になってしまってるな、俺は。すでに。現実の関わりはないから、関西人と。あ、これバッチの行列？限定バッチだよね。あ、表示で出んで。女子高生。やった。バッチ。ハチ公カフェ？あれ？え、こっちじゃないの？え、お宅来たで。なんでデフォルメ。この目の描き方のやりたいんだな。参考資料のとこスクショ使った。え、え。は、いや、なんやこれ。ああ、また他人の心の中入ってきてしまった。え、心の中。今日は全てがうまくいかない。知らないやつなんてめんどくさい。君はそれでワイを邪魔したのか。ワイ？なんだ、誰が喋ってるんだ。南本さんだけでも嫌ってほど気を使ってんの。これ以上どうやって気を使ってんの。あかんって。なんて言い草だ。ワイが君に何をした。勝手に人の趣味を邪魔してワイを追いかけ回し、レガストバッジを手に入れそびれたワイをバカにして。何これ。しかもこの人なんか勘違いを。いや、それより何より、エレガントストラテジー、レガストをバカにして。何かあったらフレットのせいだ。やべえ、南本さん。やばいって、やめようこれ。さらにそれらは全て人のせい。俺はずっと気が乗らなかった。悪い状況になっても俺のせいじゃない。もうそんな声聞きたくないんだ。やめよう。何が死神ゲームだ。星マイナス200でござる。ちょっと目開いたらええやん。史上最低評価をつけてしまうわい。令和の時代にシュタインズゲート作ったら誰の一人称が Y になるけど、多分こんな感じやろな。きっとよ。頭が痛え。ダメだ、意識が。死なないよな。いやだ、こんな。これあの時と同じってこと。時間戻ったやつ。これ運命が変えられる。確かあの子バチを欲しがってた。エレガントストラテジー。エレガントストラテジー、そのグッズが。あ、来ました。リスタート。過去の時間で取った行動や情報に応じてリスタートで巻き戻れる時間が増えることがある。ちゃんと文章読めよ。お前音読で読ま、音読でちゃんと書いてある文章通りに読むタイプやったやんか。何がお前を変えてしまったんや。時間かな。あれ、全然巻き戻ってへんよ。ちょっと。バッ
ち。ふふん。ここはイガントストラテジー差し上げで、さまざまなキャラクターが主人公を取り巻くリアルなやり取り、アニメ漫画小説映画全部好評、すげえな。確か、ね、お姉さん向けのやつやったはず、設定的には。鉄飛ばせるかな、これら。え、うん、あ、引き換え券、地方カフェ買えねえ。画面にリスタートアイコンが表示されている状態でポストリスタート画面へと移行する。過去を改変し正しい未来へ進める状態になったと感じたらリスタート画面で運命を確定させるを選択してみよう。ちゃんと言えるやんか。もう一度だ。文章を読め、ちゃんと。リスタート、あれ、リスタートって名前まだついてへんかな。まだ戻りたりひんねんけど。リンド、あの、ああ、あの、あ、なんで限定バッチ。限定バッジっていうか、いや、急に限定バッジって言い始めたらフレッド驚くやろな。何やこれ、全然並んでへんやんけ。限定メニュー売り切れ。うわ待って、オタクがいっぱいいる。オタクが1,2,3,4,5,6,7 全員メガネ。あ、4分の3や、4分の3メガネ。もっと前に戻って店に入るしか狙うかっていうか、なんかもう一個選択肢があるかと思ったら集中だ。そうでもなかった。運命を変える。あれ1時間も経ってたんや。バリーか、バリーのリーダーの人と1時間も話したってことやろ。めっちゃ話し込んでるやん。104区前の桜の交差点、回転待ちの人たちがいます。ああ、いや、ん、バーグラウンド、うん、あれ、まだ聞いてない。いや、あ、ちげえよ。ほう、ここが悪魔やから。この話聞いて104行ってってな。こいつらどかそう、実力押しで。お、ん、え、うん、ちょ、やるんですか。バクは殺します。ほう、面白い。そこだ、くだらん計算だ。なるほど、よくとよりマシか。つぶれろ今だ。ゼタを押せ。やってやったぜ。すごい、落ちろ。そこだ。
結構連打力いるな、これ。ダーツボム。はい、はい、あら難しくないの、ハードにしてみようかな。まだないんやっけ、はい、じゃあな、オタク。お、あのオタクグループもらえてないやつおったってこと。じゃあリンちゃん、リンちゃん、うん、ダーグチーム HP を瞬時に少し回復する、使い回復、はい、うまいね。集中だ、金集まってるし、ちょっと戦うか。まあいいや、進めよう。ヒリないわ。とりあえずこのチャプター終わるまでかな。ちょっと汗がすごい。うん。うん。え？ん？スパイク。この間の記憶飛んでるけどさ、会話にそごとか出えへんのかな。大丈夫やろか。で、引き換えにして、あ、イケメンや。あーあ、あこれ持って、ここかな。あれ、おらへん。運命を変える、これで進めて運命を確定と。なんか罪セーブとかないかな。やった、運命確定で大丈夫かなこれ。うん、ああはよ、ま、見せてあげて。ああ、え間違いで失敗。なんでラップ歌ってんの。駅やから。どうもです。薄いなき、薄いなき、ううなやつ、それでうなぎうなぎうなぎ戦。顔はいいな、顔は。性格が終わってるけど、うん、あ、待って、顔似てんな。おい、ん、ち36にオウムなく。できてる。難易度を今から変えられへん。変えるタイミングなくしてるわ。ハードにしない。暇はしなさそうだな。やってやったぜ。順調だな。はいはいはい。頑張ったね。頑張ったな。やっちゃうよ。焼き鳥。じゃあ納豆。全力でついてきな。はいはい。はい、
痛い。あの画面外からの攻撃はやめようよ。よくないよそういうの。あれ、まだ。まあまあかな。さあこだ。なんとかなった。ちょっと緊張したよな。ゼプトグラムにしては上出来だ。褒められた。あ、って、うなぎちゃんは大丈夫だった？10のマイナス21乗。うなぎ言いました。あ、って、うなぎちゃんは？あー、言っちゃった。はあ。間違えました。いいね、なぎちゃん。元気そう。なぎさん、本当に強いのか？まだ全然わからない。あのバッジの所有者なら。ん？導き出された能力は何だ？リアル友奈美様。リアル友奈美？リアル友奈美？ああ、でも参考資料です、ね、数値解析には条件が悪い。ペンディングだな。はあ、なんと尊いお姿。そういえばたくさんのバッジって。そうだね、えバッジいっぱい持ってんだよね。まさか奪うおつもりか。いや、違うって。本当にそういうやつじゃないとは思う。見るだけのロボ、数には自信あります。レガストライブ限定後のアプリ先行予約特典、 CD 同梱全25種、ブルーレイボックス1と2、劇場版コミックス付属、非売品プライズ賞、創作も出しなんでるんで、オンリーイベント系、一応オリジナルも。同人とブルーレイボックス、サイキック関係ねほんと、たくさんあるね。すごい、すごくすごい。じゃあ、俺たちはこれで。おーい、何言っちゃってんの、リンドちゃん。これから仲間に引き入れるんでしょうが。あの人はやめた方がいいと思う。なんでよ。バッジだって普通のバッジだったし。それは俺らの勘違いだっただけじゃん。入れてもそんなに変わんなさそうだし。いやいや、それは入れなきゃわかんないって。南本さんもあの子能力者だって言ってんだから。でも俺たちだけでも結構いけると思う。そんなに嫌な犠牲。めっちゃ不利、めっちゃ不利不利だからっていればいいってもんじゃん。聞いてるぞ。でもよかった、やっと普通に話せる人に会えた。普通に？昨日から道行く人は私をすり抜けるわ、謎の死神が現れるわ、知らん人の考えが聞こえてくるわ、なんならその人の心の中に入ったり追い出されたりと。心の中に入ったり、それすごくない？リンド、まあすごいけど。あ、今日の結果だ。標的討伐チームピュアハート、ピュアハート、トップチームルーイン、うちはノイズ分以外なんか知らんチームかな。そうだよ、ほぼゼロ。明日から本番だぜ。人数多けりゃポイントだって稼ぎやすいだろ。じゃあ分かったよ。よし、なぎちゃんお願いがあるんだ。いやですね、お願いがあるんだな。洋の人間とワイはあまりに文化が違うため。わかる、おそらく期待に応えられないかと。よう、まあいいか。それでも話は聞いて。聞くだけなら念押しして。陽キャっていつ出たっけ。18年とか。分かった、了解。そういうものってことね、うん、ってことでさ、俺たちのチームに入ってくれない？ワイの話は聞いてました。聞いてた。やめたれが18年。俺だけじゃなくて、ちょっと前か、インドも思ってる。17年の終わりぐらい。そうだよな。まあチームというのは死神のゲームとかいうシステム上のですか？そう、俺たち仲間を探してたんだね。そうだよね、リンド。まだ渋ってる、リンド。なるほど。
レガストの恩は命かけてでも返さなあかん。限定は調和に譲ってくださった林道氏の願い、断れるわけがないですな。しかもリアル友奈美様接触のチャンス。ようござんす。引き受けましょう。ああ、謎の微笑みがあったけど、うん、よかった。林道、仲間が増えたぞ。よし、明日から頑張ろう。なんか賑やかになるな、チームの仲間。これで4人目か。どういう人なんだろう。5人目からは知りません。これでよかったのか。ん、まあ、あったスワローさんや。こないだも、まあいいか。ススキチ、うん？占い師。あいつ？うん？謎が多いな。終わり。ローディング。デイ4。セブ終わった？4日目か。4日目だね。どうしようかな。4日目ですか。一体何の？何のって死神ゲームだよ。7日間あるんだって。今日は4日目で、死神さんから聞いたりしてない？聞きましたが、あなたに問いかけたわけじゃない。あれ、冷たいな。ゲームのことをどのくらい知ってるんですか？死神を名乗る者には合ってます。説明もされた気はします。でも途中で理解を諦めてしまった。わかる。一昨日も何の因果だったのか。大学が休みだから限定コラボの店を下調べして、うん、コラボ開始に備え早々に帰宅し寝るはずが。え、大学生？何か。ああ、そうなんだ。中学生かと思った。な、身長差は抜かんの。お二人は雰囲気から察するに高校生？あ、切ってきた。なるほど。とはいえ気軽に接してください。切ってきた。なんやこいつ。ワイはしがないレガストファンの一人、しがない友奈美様推しの一人です。ゆえ友奈美様、やはり気になりました。さっきのキャラやろ。こちらのお方です。だな、リンド。これ南本さんに似てる。やはりそうでしょう。似ていますね。あの尊いお方は南本さんというのか。そういうことだったのね。次に南本様にお会いできるのはいつですかね。割とすぐじゃないかな。この人大丈夫なのか。昨日カノンさんが言ってたみたいにチームを弱くさせる方になるんじゃ。ああ、ゲーム再開。そんなにひどいことはされないだろうけど、罰って一体何なんだ。お、今日の通知が来た。わあ、おお、女子はどうだ。ツイスターゼルーインのススキチだよ。覚えてんだろう。覚えてるよ。忘れにくい雰囲気だし。まあ聞けや。お前らちっと俺のゲームに付き合え、うん、鈴吉さんのゲーム？ゲーム。お前らが俺の出すミッションを解いて俺を満足させられたらお前らにポイントを分けてやる。エロ。え、なんで？新しい奴らと遊びたいんだよ。俺はヤウ。さっきのルインのやつレイラーがさ、昨日入った新顔だろ。はい、どうも。能力者探してるって言ってたから消したくないやろな。お前らの実力ってのを見せてくれや。ポイント分けるってどのくらい？よしよし、興味が出てきたな。うちがトップをキープできる分そんだけ残しゃ、あとはくれてやんよ。十分だろ。今週の再会は余裕で変わるぜ。どう思う、リンド？
言っとくが、お前らはダントツの最下位だぜ。ググ今日はもう4日目、他とはかなり差が開いてる。だがちょっとうちから持っていきゃトップだって狙える可能性が出てくるぜ。トップ、悪くねえ話だろ。でもなんでススキッチがそんなことできんの？ゲームのルールは前回トップのルーインが握ってんだよ。え？何それ？つまり俺たちはお前らより自由が利くんだ。いやー、それはずるいよな。さあさあツイスターズ、締め使いよかよ。怪しいけどやってみる？まあポイントが入るなら。ゲームの永続を望んでるわけやんか、抜けてないってことは。お前らの今日のミッションはノイズ退治だ。ノイズ、便利屋領事、こいつに取り付いたノイズを払え。思い出した、便利屋領事。まずはセンター街の路地裏で領事の射程を探してみな。黒と白をひっくり返せ。うまく石を進めろよ。ルーインの野郎か。南さん、おいっす。おはようございます。泣いてる。あの、今日はススキチのゲームに乗る感じでポイントがもらえるって話みたいで。ゼプトグラムどもに釣られて姿を現すか。様子を見させてもらおうじゃん。ガン虫かよ。姿、誰の話？漁師。ですなぁ。まあ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 。進めていきましょうや。キャラクターボード、人物と関係性をつないでいくとポイントを消費してるよ。あ、来た、ここや。ハードモード持ってるやつが、あったあったあった。南モードか。ベリハーみたいななかったっけ？まだないか。とりあえずアンロックやな。で、体力表示あり、解除しよう。よし、これだけやったらいいか。更新して、よし、終わりかな。終わる気配ないわ。無理ですね、7日。なんかっていうか4日は空いてあるし、6日の夜には出なあかんし、無理ですねこのペースじゃ。さすがに まあこれだけ覚えたらええんちゃうの。いや、何も分からへんこれ。駅がここやろ。あ、でもちゃんとセンター街、よく見たら道が3本ある。宇田川町って書いてあったよな、近くにホール。聞いたことあるぞ、なんかスバセカで出てきたワードのはず。センター街の奥、
ファミマ邪魔やな。さっきの多いっすと伝え合ってんの、ほんまにあるんやろか。さっきのっていうか、これで言うと地がセンターで、この辺のはずやけど、絶対違うやん。婦人服店があるところにさっきの建物はないやろ。やっぱ分からへんかな。え、渋谷広、ラインの線、あ、ここか、これか。いや、広っ。でもこの話多分このオレンジの区域やんな、多分話の全体が。井の頭通り、あ、びっくりした、手元にスマホがない、ちょっと待ってこう。スタヤオーイースト渋谷が本当にあるのかどうか。そしたら位置関係が分かるんじゃないか。さすがに、まあなさそうな感じはしてるけど、どこや。玄坂2丁目で、スタヤじゃないやん、スポーティファイなってんで。ほんでこれが中堅八高から真西、東大より、読み方がわからへん、上泉のこの辺、わからへんわからへん。渋谷、つぶらや町店、ここか？違う。これやろ。おー出た。あーでも元の場所が分からなくなった。あ、こっちか。えな？いやー、さすがにないか。だってプレステ4やもんな。元がスイッチでも動かせるようになってるゲームやし。やっぱ容量制限きついんやろな。なかなか。パルコはあったで、確か。帰ってきた。びっくりした。ストビューこれ。違う。うおー。ほんまにキッチンカーみたいな出てんねや、東京。京都で見たことないわ。動かれへん。ここやな。あんまネタバレしたくない気持ちはあるけど。
ちやん、どっち行ったんや。うおー、キモ。どっちっていうか、ちょっと周り見てみるか。あー、違う。こっち、こっち行きたい。こっち行きたい。あれ？矢印？え？動かれへん。もっとこっち？あ、違う。え、操作方法わからへん。あ、出た出た。そうそう、これこれ。これやろ？これがこうでしょ？こっち向いて。すげえ。色が鮮やか。京都が例外なだけか。これあれじゃん、さっきの千鳥足会館の元ネタちゃうの。これ絶対名前一緒やん。あ、なんかの宗教施設やったらどうしよう。普通ね、そのままで。あ、似てる似てる。あ、これあった。ベルシュカ、ベルシュカがあって、奥やからこの千歳会館は多分新スバセカの千鳥足会館やな、多分な。ってなると、それよりも奥かやな。あれ、あ、Y 字路間違えた、やばいな。正直地図見ると頭痛くなんねんな。なまじ中途半端に立体図を想像できるだけ、なんか余計に頭が痛くなるというか。ここは奥なわけで、ってことはこれよりももっと奥かな。どこ？会館前。いやー、ここより奥はまだ解放されへんな。いや、ゲーム中盤ちゃうかな。見れへんな。この Y 字路になってるとこが再現されてるとしたら、さっきここやったよ。こっちや。ここ。ん？どこ？ん？こっち行ったんやったっけ？あ、違う。こっち行って、こっち行って、こっち行って、あれ？違う。あれ？あ、迷子なりそう。ストビューで迷子ってマジ？ベルシュカがあってやん。足で行ってみるか。あ、多分ロゴとかはちょっと寄せてあるような気がするから。これが会館、自称会館。なんか渋谷丸焼きストリート、ウリセン、ウリセン、え？プリか。よかった。いきなり激烈下ネタだったらどうしよう。まだまだ。せやねん。見れへんわ。なんか途中まで分かったら。やっぱ、一応予習にはなるかもね。ここまで電車とかないのかな。読まなかったよ。こっちな、こっち。これが東急ハンズ？これ東急ハンズ。だったら、ストビュー戻って。あれ？
わからなかった。ベルシカが今別にこんな必死になって見るほどじゃないけど、気になってしまったもんはしゃあない。これやろ、あれ違う、あれどうしよう、全然わからへん。やばい、迷いそう。今日井の頭通り、これが、うん、ほんでこれちゃう、ここ、これここちゃうの、多分デフォルメされたの。こっちちゃうわ、これちゃうの、交番で、交番、交番、あ、交番や、あれ交番、ここや。うーわ、ゴミ切ったね。座ってる。え、チャリしかないの？あ、バイク使えへんか、白バイクとか。大型バイクにすぐ事故りそう。え、普通に道歩いてるけど大丈夫な？え、これ Google カー通ってるやんか、避けてくれんのかな、避けてくれた、あ、おらんわ人。時間軸が変わってる。てか、え、ストビュー21年やん。何マスク外してんの、お前マジか、おい。これ場所分かったな、わ、やっぱここやん。え、さっきの千鳥、この千鳥屋司会館がこっち行って、こっち行って、あれ越えちゃった、これこれやんな。なんかこう松木をもあった気がすんで、あ、違う、こっちじゃない、なかった。いやー、でも分かったな、ちょっと分かったぞ。なかったっけ、松木雄みたいな、ほら違う、実際あるんかな。いや、さすがにか、さすがにやな。カラオケは行ったりするかな、なかなかやな、まだまだ。東急ハンズはほんまにここの通りにあるの？絶対ないやろ、絶対違うやん。え、嘘つかれた。え、こんな意味ないやん。よし、やめようかな、やっぱこれか、あ、違う、これホールや。まあこのぐらいかな。とりあえず終わるか。潰れたんじゃない、え、そうなのマジで東急ハンズ渋谷閉店、カインズ傘下、来年3月に全発行株式を譲渡へホームセン大手のカインズが東急不動産ホールディングス渋谷区道玄坂1参加の東急ハンズはえ、まだあるんちゃうの、このストビュー21年やからあるんちゃう、これ。いやいや、なんか変なビルや、
京都人からすると結構洒落てるなって感じだけど、あったあった、ハンズあった、東急ハンズあったよ、あるやん、ちょっとっていうか、あ、位置関係がこの辺ちょっと変わってんのね。こっちにホールがあるやん。じゃあやっぱ省略されてんな、こっちやったか。じゃこの間や、ここが聖地かな。じゃあ間ちゃうわ、通りのさっきの Y 字路の二股のこっちやから、こっちか、んこっちやんな。あ、省略ちゃうわ、よかった、俺の地図読みが終わってんのがバレただけや。まあまあ、いや終わるか、お疲れ様でした。明日もやろうかな。ずー